中村さん、神谷さん中島さんこんにちはこんにちは,にちはラジオ楽しく聞かせてもらっていますところで私は最近シェリルの「イテザ・座後穀時ドンビーレイト」を移動中にずっと聞いてるせいか「もってっけー」がエンドレスで頭の中で流れてしまいますしかも午後穀時が辛らくじに聞こえてしまいいろいろと気になってしょうがありませんはあ空耳ですか <laughs> 空耳アワーというかう聞き間違いというんですか そうねぇカラクジ何年何回も聞いてるでしょ何回も聞いてる中はずっと聞いてるんでしょそれなのに上の空で聞いてんじゃないですか初めて聞いた人はちょっと勘違いするかもしれないけど何回も聞いてたらね僕何回も聞いてますけどトライアングラーの出だし君は誰と企業誰の分が僕何って思っちゃう聞こえちゃう聞こえないよ 何とキスをするって聞こえて、何とか人じゃねえかなと思いながら。うん、多分人だね、そですね。多分だから僕と同じタイプの人なんですよ、アフロさん。ちょっと上の空で曲を聴きがちなんですよ。はい。あの、ちゃんと聞いてください。そうですよね、失礼ですよね。はい。いい曲くさんなんですから。はい、もっとしっかり曲を聴きたいと思います。中村くんの今のちょっと面白かったね。君は何を聴きながそう、だからね、自分で、 そう思っちゃってて、思い込んでて、ふと歌詞の意味を考えていったんですよ。うん、何なわけねえじゃんって思って。歌詞カード見る前だったんで。うん、<れ>何にキスをするって、楽音の要素一切ないからね。<laughs> そうなんですな何耳で聞いてたら間違いないはずなんです。間違いないと思うよ。すいませんでした。はい。以上です。<laughs> <laughs> そんな